博多リバレイン博多座博多座は福岡市博多区下川端町にある九州最大級の演劇専用劇場。大型複合商業施設の博多リバレインの主要テナントで博多座、西銀ビルの2階から6階にある。歌舞伎、ミュージカル、商業演劇など月替わりで様々な演目が公演される。座席数は最大1500席と九州では最大級であり、 九州各地はもとより山口県や西日本一帯からの団体での来場も多い。あらゆる演劇ジャンルに対応可能な演劇専用劇場として設計されている。演目により、周り、舞台、角を、袖花道、奈落、オーケストラピット、ト屋アなどが設置される。先の設備を全て兼ね備えた劇場は全国でもこの博多座だけである。 ミスサイゴンをオリジナル演出版で上演することを念頭に置いており、演出の目玉である実物大ヘリコプターが設置可能な舞台面積に作られた。また、舞台設計のコンセプトがスーパー歌舞伎の上演であるために、可動部分の天井内に宙乗りに必要な設備を備え付けている。ミュージカル上演時は生オーケストラにより演奏が行われる。 毎年6月の歌舞伎工業の際には、博多座の隣を流れる博多川で、歌舞伎役者たちによる船乗り込みが行われる。運営は、福岡市と演劇工業企業、地元企業の出資による、第3セクター企業である、株式会社博多座が行う。毎年12月は、市民のために開放されている。 博多鍵盤の芸儀層での博多踊りも毎年ここで公演が行われている。博多での複数日数での歌舞伎工業は元広劇場以来である。また、博多座という名称は二代目であり、初代博多座は川上与次郎一座が1910年博多区千代において開設している。公演に応じて幕見席を設けている。博多座入り口12月は、 市民解放月のため、公演記録としては記載しない。定番公演その他公演名は、一般の舞台演劇を、公演名は、ミュージカルを、公演名は、座長公演を、それぞれ指す。短期公演チケット問題博多座条例、福岡市指定管理者制度を導入している、公の施設の指定の概況。ABCDEFG 第24期決算広告。 2020年9月11日付、官報76ページ。2018年1月4日、中日新聞長官26面博多座無料券の乱発で赤字経営日本共産党福岡市議団議会レポート。ありがとうございます。